こんにちは、カワポンです。今日は2021年度慶応大学の総合政策学部と環境情報学部のポイントを解説します。以前に作成した動画をもう少しわかりやすくまとめて情報を追加したものになります。本当は英語の分析動画もつけたかったのですが、長くなりますのでそれは近々アップしますね。ぜひチャンネル登録してお待ちください。まずは2021年度はこの2つの学部で大きな定員の変更があります。それぞれの学部で一般入試の定員が275名から225名になります。50名も定員が減ることになります。その分栄養入試の定員が50名増えることになります。一般入試は高倍率が予想され、どちらも厳しい戦いになりそうです。入試日程は前年とは変更ありません。総合政策学部は2月17日、環境情報学部は2月18日に予定されています。ただ青山学院大学の国際政治経済学部の日程が変動したことにより、慶応のこの2つの学部に少し影響が出そうです。そのあたりを詳しく見てみましょう。まずは2021年の2月17日になります。この日は慶応の総合政策学部の入試があります。注目すべきは青山学院大学の国際政治経済学部です。この学部は前年度までは2月18日で実施されていましたが、2021年度はこの日に移動してきました。前年度はこの日は慶応大学の総合政策学部と早稲田大学の文学部との間で上位生が分散する形でしたが、今年はそこに青山学院大学の国際政治経済学部が参入することになります。その点では分散効果が少し高まれば、慶応の総合政策学部も恩恵を受けれることになります。実際に蓋を開けてみなければ分かりませんが、ちなみに青山学院大学の国際政治経済学部は共通テストが必須になります。共通テストで高得点を取っている上位の生徒は青山を優先する形になるのではないでしょうか。総合政策学部は最初にお伝えした通り、一般入試の定員が50名減ることになりますので、厳しくなることは間違いありませんが、少し分散効果の高まりが期待できるだけまだプラス材料があると言えます。そして次にご紹介する環境情報学部が少し残念なことになります。こちらが環境情報学部の2月18日になります。前年度までは青山学院大学の国際政治経済学部はこの日に入試がありましたが、先ほどの17日に移動しました。よって前年度より少し受験生の集中効果が高まる可能性はあります。ちなみに同じ日程の上位大学は早稲田の人間科学部と青山学院大学の法学部になります。この2つは前年と同じ顔ぶれです。環境情報学部とは少し学問系統が違いますので、分散効果はあまり期待できないと思います。青山学院の国際政治経済学部の17日への移動は実際に影響は少ないのかもしれませんが、マイナス要因であることは確かだと思います。環境情報学部は定員も減りますので、少しマイナスの要因が多い印象です。ただこれは僕個人の意見ですので、一つの参考として軽く考えてください。次に一般入試の入試形式を確認しておきましょう。総合政策学部と環境情報学部ともに同じ形式になります。少しややこしいのですが、この4つのパターンから選択できます。合計点は全て400点となります。1つ目が英語200点と小論文200点、2つ目が数学200点と小論文200点、3つ目が情報200点と小論文200点、4つ目が英語と数学のミックスで各100点と小論文200点になります。この場合の数学と英語のミックスの場合の試験問題は、上記の1つ目と2つ目のパターンの問題と同じ問題になります。
その中から指定された問題のみを回答することになります。英語の分析動画は2019年度の過去問の内容はすでに作成しています。再生リストの慶応大学に入っています。2020年度は近いうちに作成しますね。最後に倍率と合格最低ラインをご紹介します。倍率は2つの学部とも10倍前後になり、かなりの高倍率です。2021年度は一般入試の定員が減りますので、さらに上がることになるのではないでしょうか。そして2020年度の合格最低ラインは2つの学部とも 61.5% でした。入試方式が4つありますが、方式ごとの最低ラインは2020年度は公表されていませんでした。ホームページによると、4つの方式の異なる科目を統計的処理により得点の補正を行っているとのことでした。どの方式が有利なのか選択が難しいところですね。やはり実際に自分で解いてみて判断するのが一番かと思います。今日は以上になります。ありがとうございました。